この一番下のいずれかのエンディング見ればちょっと衣装が変わるのか。8月31日本番いつだっけな。ああ電話電話。持つ、あ、これか。もしもし先生、調子はどうですか。大丈夫ですよ。そこそこ順調な様子みたいですけど。はいはい、いい感じです。日にちもないですし、うん、もしもっとレッスンの効率を上げたいって思われてる場合には、うんうん、やっぱり生徒さんの気持ちを考えてあげるのがいいと思います。ほんまやね。生徒さんの調子が良くて、うん、やる気になっている時ほど成績は伸びやすいですし、うんうん、そうやな。そういう時に先生がうまくいろんな話題のレパートリーを持っていて、うんうん、話の種をこれでもかっとレッスンに混ぜていけばバッチリです、うん、ほんまやね。いいですか、うん、タイミングが重要です。タイミング、やる気の高い日にレッスンに万全の準備をして話の種もいっぱい盛り込んでいくんです。なるほど、参考になりました。参考になった、ありがとう。先生がひかりちゃんをうまく導いてくれること期待してますよ。オッケー、ひかりちゃん導くよ。またはい、失礼いたしま、早いな。話の種いっぱい持っていけって言ってたね。暗記難しそうだから。はい、まだいける？いけないじゃん。もうこれ8全部いくか。8全部いこう。何の話題だったかちょっと見てなかったけど、よく光の部屋。お待たせ。おお、びっくりした。光科目ん、うん、わかった。テスト前日だからね。そうやな、頑張るよ。頑張ろう。テスト前日、あと2日か。今日合わせて、うん、声は出して。ノートに書く。最初声を出して応援する。これやってみるか。頑張れ。え、うるさかったかな。うるさかった、もしかして記憶の邪魔になっちゃったかな。そろそろ休憩だね。オッケー、はい。あ、頑張りましょう。やっぱダメなんだ。あー、レッスン効果に疑問を感じたようだってことで、こいつ大丈夫かみたいな。どうしたの。ん、あと2日だね。明日か明後日か。うん、友達の話題。友達8枚持っていたからな。友達と遊んでる？勉強もいいけどね。ちょうどこの前みんなでプール行ってきたんだ。あ、いいな。写真見る？あるの？おおおお。え、写ってる？ね。写ってる？結構いいところでしょ。いやいやいや、水着姿。先生も行ってみてよ。うん。水着姿は？これ何なん、さっきこの手首の一緒のやつしたいわ俺も。これでレッスンは全部おしまいで、うん、明日はテスト当日。そやな、2日なかった。もう今日で終わりか。私も頑張り次第だね。そやな、結果はどうなるかわからないけど、うん、やれるだけやってみるよ。そうだ、頑張れ。結果が来たらまた連絡するから、うん、待っててね先生。いいよ、頑張れよ。デレデレしちゃうな、ほんと。19時喫茶店。根性と心の豊かさ、全くだね。声を出して応援する。85なんか下がってたよ。大下夫か。お、9月5日、一気に終わりかこれ。あ、光からだ。もしもし。もしもし先生。はいはい。あの、うん、テストの結果が来たんだけど。どうだった？今からうちに来れる？あ、行く行く。あ、行くよ。わかった。うん。待ってるね。おお。じゃあ。どうだったんだろうテスト。ここ一ね、頑張ってたからここ1週間ぐらい。いい結果であればいいけど。本番なんかちょっとミスったとかもあるかもしれないしな。
先生こんにちは。こんにちは。ありがとね、わざわざ来てくれて。サメのやつかわいいね。うん、どう、うん、どうだった。あ、うん、え、まあまあって感じだった。まあまあ悪くはなかったんだけど。うん、あ、前の成績より良くはなってたんだ。あ、ええやんの。ちょっとずつやな。ないでいいか。お母さんに交渉してみるつもり。うん、聞いてみ。まあダメ元だけど、うん、もうちょっと時間があればな。そうやな、それはそうやな。一週間だけの先生だったけど、うん、ありがとね。ありがとう。先生もこの町にいるんでしょ。そうだよ。またどこかで会うかもね。ああ、じゃあまたね先生。先生またね。終わり。え、こんな感じ。え、終わり。もう会わないの。じゃあなたのレッスン B。 なんか寂しいなこの終わり方。B。 はあ、いずれからエンディング見る。クリア報酬衣装か。頭の体操が追加された。まあ、何回もやってもっと広がっていくの。お、もしもし。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。本社の向井です。あ、お世話になります。宮本ひかりさんの担当、うん、ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。早速なんですけど、はい、今回の依頼の結果は、はい、1週間という節目で考えるのでしたら、うん、こんな感じですよね。まあ、まあね、うん、とはいえひかりちゃんの将来のことを考えると、うん、もう一歩、たとえ7日間の短期コースでも、うん、もうちょい上の結果にゴールさせてあげたかったなって気もします。まあそうだね。まだ先生も今回のレッスン教材に慣れていないのかもしれないですけど、はい、生徒さんとのコミュニケーションの量が十分だったかとか考えたいところですね。はい、そうだね。雑談だって大事ですし、教えるときに話の種を用意しておくことって大事だと思うんです。そうですね。ああ、でもがっかりしないでくださいね。はい、先生は愛を持ってレッスンできる人だって私信じてますから。ありがとうございます。先生の愛情は教え子に必ず通じます。はいはい、愛の力でファイトです。ありがとうございます。本当ありがとうございました。ひかりちゃんもまた教える機会があるといいですね。うん、そうですね。きっといい子だと思うので。いや、いい子でしたよ。あ、じゃあまた次の依頼があったらお電話しますね。はい、それでは失礼します。失礼します。お疲れ様でした。切るの早いな。終わったか。なんかトロフィー獲得してる音だけど、終わりなんだこれで。なんかバッドエンドだったような。どうなんだろう。いや、まあね、こうなんだろう、グッドエンドだったような感じはしませんが、一通り終わってみました。まあ何週かやってね、またいろいろ選択肢が増えていくと思うんで、やっていきね、あの繰り返し繰り返しやって真のこういいエンディングっていうのを掴み取るゲームだと思います。うん、まあ、とりあえずここで今回ひかりちゃんはね、まあいい大人になってもらいたいと、そういう風に感じてます。この一週間本当に楽しかった。ひかりちゃんと茶碗に幸あれ。 VR 初の VR 動画いかがでしたでしょうか。他のゲームもね、なんかいろいろ出たら、やりたいと思います。まあ本命はやっぱバイオとファイナルファンタジーかな。これはちょっと やっぱね、あの、2000円ちょっとの、まあお試し、VR ってこんなもんだよって試すためのゲームだったんでね、まあ内容はこんなもんですけども、まあ、いろいろ出たらやりたいと思うんで、ぜひぜひ、サッカーゲームだけじゃなくてね、こちらの方もチェックお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パー。